陳足民は中華民国の政治家、弁護士、中華民国維新政府、南京国民政府の要人である。日本留学経験を持ち、日本大学法科を卒業している。帰国後は参議院議員に選出され、政治討論会副会長にもなっている。また、北京政府の大総統府顧問も務めた。1920年から3年間、蘇州電気工事党事長となっている。 その後は、上海で弁護士を開業する。立志公会会長、上海各路商会連合会会長、納税課人理事会理事、蘇州電気商総弁を務めた。日中戦争勃発後に、蘇州が日本軍により陥落すると、陳時人は、蘇州地方自治委員会会長となった。1938年3月、中華民国維新政府に参加し、教育部部長に任じられた。 5月、チャンスー省省庁に転じている。チャンスー省省庁には、1940年3月の王朝明政権との合流後も留任し、これを同年6月まで務めた。その後は、観察院観察区観察士となっている。日本敗北後、陳時人は、官官として、小解析の国民政府に逮捕され、後に無期懲役の判決を受けた。 中華人民共和国成立後も引き続き、習慣されている。1951年、蘇州の監獄で病没した、去年71、ありがとうございます。